第1巻が最難関でしたが、やり直しがしやすいのでありがたくもなんでもない。もっと簡単にしてくれ。ということで今回の敵編成をわかりやすく並べました。全体的にウェーブが多いです。編成の組み方的に前半は雷、草のクロリンで接待。後半は水をどれだけ負けるかって感じでした。持ち物検査的には、水、ヌビレット持ってるかどうかで難易度が段違いです。あと、無課金赤や星4縛りはかなり厳しいと感じました。報酬が800原石になって喜んでいたら、実はクリアさせる気がありませんでしたと、実質600原石のままだと諦めた旅人も多いことでしょう。そもそも11層第1巻がムズすぎる、スライムという陳腐な素材で、敗北という未知の味を堪能させてくるマーベラスなゲーム。それがホヨバーース。岩主人公の爆発で遠ざけるのが有効と聞いて、集敵でゴリ押してきました。さて、序盤はここまでで攻略を垂れ流していきます。ウェーブが多く火力も求められる上に、速度も必要なので、1分半でクリアできる課金をしましょう。最初は三角3体。左に近づいて殴ると、全員寄ってくるので楽ですがクソエイムでした。高火力で復活するか範囲攻撃しないと間に合いません。相手が勝つの暴力をしてくるので、こちらは、暴力の暴力で挑んでみました。ベイブレードが絶妙に邪魔してくるので、正確なエイムで殴り続けましょう。ここを15から20秒目安にしてます。次は本当に嫌がらせ配置の一人で来ちゃった遺跡森江くんです。セノの爆発を切らす要因ではと、チルンフの間では囁かれています。本当にこいつ何しに来たんだよ。遠い配置なのもフェイト高いです。お次はドレイクみたい。ここに遺跡周囲混ぜて欲しかった。ドレイクは途中で最も受けた元素に対する耐性アップをしてくるので、耐性が入ったら元素を切り替えましょう。頭のコアが光るのが耐性アップの予備動作で、その頭を撃ち抜いて終わんない愛を抱くとダウン取れます。わざわざ弓で狙わなくても、背が低いドレイクには、勝手にダウンしてます草。ここ方向迷子になって ASMR になりました。ネルナイトご飯ことエルマイト旅団はペットを召喚してきて、それを倒さないと本人たちに強力な耐性アップがついてます。タカはいつもの固定砲台なので、タカ殴りをしながら近づいてきたマヌケを投げ払うのが本来の戦い方ですが、どれタカ的に召喚者を直接縛いてみました。がゲストが有能すぎてサソリを倒してて草ゲーソ。タカは放置してマスターをおとなしくしたところでずっとダウンしてくれてるサソリ使いの相手をします。タイムロスすぎるので皆さんは普通にペットから可愛がってください。後半はどれだけ水を負けるかでイエラフリナが一番良かったですが、色開花でクリアできたので動画にしました。最初は草が邪魔なのでシャーマンを真っ先に片付けましょう。放置してると足も時間もノックバックも取られた挙句燃焼ダメージでエンジョイサメージになります。ここでようやく二度開花の準備ができたので戦闘開始です。1ウェーブ目は殴るだけでいかに時間を節約できるかなので、下準備にこんな時間を使ってる暇がありません。さて大本営のディカービス2倍キャンペーンです。シールドか貼られたら水で殴ると2倍で削れるので、学生時代の消防訓練の進化が発揮されます。とにかく殴ってシールド展開前までに水の爆発やスキルのクールタイムを調整するのを意識しましょう。シールド削りにかなりの元素量が必要ですが、展開中に設置されるハンドスピナー2回の脳を壊すと早くシールドが削れます。 HP を 25% まで削るとシールドを展開してきますが、展開までに遅延があるのでもう片方を殴って今を潰しましょう。ここから消化試合でシールドを削り切るとデカービスは深淵に帰ります。さっき言ってた設置物はこの手前のやつで、元素量は 6U 割り。これを削り切ると本体のシールドの 12U を削れます。じゃあ本体は何 U だという話ですが、なんと何 U だそうです。積極的に自由財産の破壊をしていきましょう。とにかく大量の水で浄化しないとやってられないので、編成テトリスで挑みましょう。復刻爆露フリーナを引く予定がある旅人は引いてから挑むといいでしょう。元素量はキャラごとのスキル爆発によって固定なので、育成できてなくても問題ありません。残り30秒ですが、シャドウハスクのお出ましです。風に耐性があるのと、自分がシールド展開中に被弾すると、こちらの攻撃を1回確定で回避した後に攻撃力を大幅にアップしてくるので厄介です。まあ戦ってる時はよくわからないし、なんかワープしたなくらいでしたが、雷電のような一撃必殺爆発を回避されると頭に炎元素かもしれません。シールダーを抜くか盾ありでも被弾しない立ち回りをするなど、頭の片隅に置いておくといいでしょう。頭の硬すぎるゆかりさんは力に物を言わせて殴り続けることしか考えません。一人ゆかペロしましたが勝てばよかろうなのだ。後半は星4だとゆくあき、スクロース、北斗を軸に組み立てる人が多かったです。ここは再装しやすいので粘ってみてください。2巻前半はマグーボッチでいかに早く倒せるかって感じです。開幕8秒くらいは攻撃が通らないので、遊ぶか元素付着や設置スキルの準備をしましょう。相手が完全に立ち上がったら戦闘開始です。後半の4ウェーブに時間を使いたいので、前半は1分を目標に倒したいところです。特に強いわけでもなく火力検査みたいな感じです。 HP が7割を切ると強化状態になり、ちょっと強くなりワープもしてきたり、幻影みたいなのが攻撃してきたりで、もう最悪です。加えてこの強化状態になるモーションが終わるまで無敵というタスさん以来がタイムが多く含まれています。この幻影みたいなのが出たら前方に敵がワープしているので追いかけて殴りましょう。風の行方で鍛えた脚力で地の果てまで追いかけましょう。ワープ
後にまたワープをしてきたりもするので、爆発を撃つ際は気をつけてください。なんか雷電を釣ってて草幻想を。攻撃の注意点なんですが、遠距離からの攻撃はガードされるので、本気や弓ワブが悪いです。ただ、弓でもゼロ距離で殴れば攻撃は通るのでご安心ください。至近距離で戦ってても、相手は隙が大きく、振りが遅く感じるので、見てから回避余裕でした。ただ、連続攻撃や斬撃飛ばしてくるのは、一度当たると連続で被弾する場合が多いので注意です。あとは氷を付着してくるので、それでスタミナ回復速度が低下して回避できないなどが起きるので注意です。バーバラや肉焼きを使うと、凍結してしまうのも注意ですね。水力デバフしようとしたら下がられて不発で草。動き回って地味にめんどくさいですが、そこまで難しくないので、慣れるまではヤシ折り飛びで練習しましょう。さて後半の4ウェーブ、まずはカイラギミタイとの開口です。特に強くはないですが、同時に倒さないと片方が回復と強化されるので、同時撃破できたらしましょう。でもめちゃくちゃ動き回るので、どううまくはいきます。凍結化は有効かもしれないですが、どちらにせよ、ギャラコンが求められます。ああ、離れすぎたよ、諦めよう。再装するのめんどくさいので、動画ではこのまま火力でご利用しても、同時撃破じゃなくてもできるという希望と、貫突の暴力という絶望を記録に残しておきます。ほぼ HP が満タンになってしまった海くんを起こしていきます。火力に自信のある旅人は、カッコ撃破でも問題ありませんのでご安心を。中量ごとのロスがありましたが、リカバリーできる範囲でしょうか。マシナリーでリカバリーしていきましょう。周敵やノックバック方向を調整することで、ひとまとめにできますが失敗しました。加えて相手はノックバック攻撃をしてくるので、ビッグチャンスのディスタンスと思ったら、ギブアップにつながります。8分前後にリカバリーしたいところでしたが、いやらしいキラーマシーンで痛ましくなりました。来季はまとめて殴ろうそうしよう。このスローガンのもとに、次もこれやるのしんどいが、ということで、若干のタイムを戻して犬戦です。こいつらも動き回って倒しにくいので、ほんとなんとかしてくれ。ウェーブが多い上に動き回る敵多めなのはさすがに心に侵食ダメージ。シールド貫通する侵食ダメージが痛いので、ヒーラーがいたら安心です。この犬は見た目以上に耐性が高く、HP も多いので、想像以上に倒すのに時間がかかります。岩元素攻撃を当てると頭上のゲージがたまり発狂しますが、そうすると岩耐性が大幅に下がるので倒しやすいかもしれません。まあ倒しやすくなっても敵同士の位置が離れているとクリアできないので当たりパターン引けるまで再装がいいかもしれません。さて最終ウェーブはデカナリーとコシナリーです。小さくて硬いやつか人型を最初に狙いましょう。ここも結構相手が動き回るマジ無理な仕様なので固定を殴りつつ近づいてきたマヌケを巻き込んでほぐる感じです。近づいてきたやつを近い時間なーい戦力ぶっ壊し像を脇目に見てたら間違えてクレイン殴ってました。結局全員バラバラの配置になり殴る順番を間違えまくりましたがこの鉄くず駒を元通りバラバラにして差し上げてフィニッシュ。4ウェーブ誘導ガチャなので最小時刻ですね。3巻前半はマトリクスで雷必須です。立ち回りが下手すぎたので草も入れてお手軽撃化反応でダウン取ってます。草かなくても時間経過かコアにダメージを与えて雷を当てるとダウン取れます。マトリクス君は立ち上がるまで鬼耐性アップの夏仕様があるので元素の下準備をして時間を埋めてます。透明になった時に撃化反応を起こすと透明解除とダウン取れますが今のは神タイミングでしたね。基本この繰り返しですが早く倒そうと思うと雷草入れるのがいいと思います。1分前後でクリアできる編成を見つけてください。この動画では1分20秒かかって草元素読んだとジノブかフィッシュルで雷担当して残りは火力出せるメンツで組み立てると良さそうです。あとはギミック対処の練習ですね。いつもギミック無視して素材集めやサンドバッグをしてた旅人には思わぬ誤算なのできちんと練習しましょう。動画を作るにあたってマトリックスの解説動画を見て初めてちゃんとギミックを半分くらい理解したので次回に生かしたいと思います。しばらくこのよくわかってないけどとにかく激化反応を起こそうとしているラバプレイをお楽しみください。 HP が多いのか謎に硬いので思ったより崩れなくて苦戦しました。頻繁にダウン取れるのでシールダー不在でも大丈夫そうなので次回は結晶と火力要因のナビや抜いて水入れて蒸発スキームをしようと思います。後半が3ウェーブあり、生体重に時間を使いたいので、いかにマトリックスを早く処理できるか考えものですね。再装するには遠すぎるので、遺跡で立ち回りをきちんと練習するのを強くお勧めします。ここからはもうやけくそレバガチャで、早く楽になりたいしか考えてません。今期は、投資編成は諦めてウェーブに合った編成を組むのが、精神衛生上いいですね。いよいよラストの焼肉フィーバー焼き鳥たちのこサソリバーベキューです。消化に水が必須級なので、バケツをたくさん持ち込みましょう。炎三重士はこのように、ノックバック攻撃をしてくるので、被弾しないように気をつけましょう。周敵が有効なのでどんどん行かせて仕返ししましょう。鉄砲火竜は炎シールドを展開してくるので、水を用意するか、その前に倒し切ってしまいましょう。ここも結構全員バラバラに散るんで、周敵をうまく使えるといいですね。お次は焼き鳥カッカセットです。カッカされると遅延になるので、不動のタツノコを殴りつつ、近づいてくる焼き鳥を食べていく感じがいいでしょう。今回、水を多め編成にしてしまったので、タツノコシールドを削り切るより、先に鳥貴族になって、カッカを防ぐ方がいいと判断してます。雷シールドのうちに、ミスと雷で来てしまったマヌケはどこのどいつだと思ったらシールド割れてて草。なんで？立ち回り的には、タツノコを順番に殴りつつ、焼き鳥を削っていくのが総流みたいですが、カッカに気をつけましょう。今回は逆張り多めでお届けしてますが、面白いのでそうしてます。こいつらは全員耐性がめちゃくちゃ高いので、思ったように崩れません。シールドを早く割るか、通力や勝利デバフなどが有効です。最終ウェーブはサソリとカニのカッカセットです。立ち回りは同じようにカニ殴りさ
ソリ釣りみたいな感じがベストみたいです。テスがよく分かってないので適当に殴ってます。草聖怪獣は一定時間経つとエネルギーブロックを出した後に強力な攻撃をしてくるので、積極的にエネルギーブロックを破壊しましょう。今回はその前に倒しきってしまいますが、ダウンが取れるのでおすすめです。元素耐性が高すぎるので、スクロースやカツハなどで集敵と水力デバフを軸に戦うとかなり楽ですね。デバフが入ったサソリが気づかないうちに画面外で映ってました。しかも雷電も知らない間に映ってました。草ここサソリ探してます。あとは逃げ回るカニを退治して終わりですが、カニほんと動きすぎでしょ。遅延を防ぐためにやはりカニから倒すのが良さそうですね。という感じでバーベキュー完食。今回ムスすぎるのでできる範囲で星を取りましょう。800原石に値する難易度でした。